市街地の様子マジックラウンドアバウトの標識マジックラウンドアバウトの地図市街地の賑わい。スウィンドンはイングランド、ウィルトシャーの北東に位置し、ロンドンから西に鉄道、または高速道路 M4 を使って、車で約1時間ほどの位置にある人口約18万人の工業タウン。行政的にはバラオブスウィンドンに属している。産業革命以降に、 工業都市として発展した町である。それまではバーター取引を中心とした小さな商業の町であった。現在は市内を横切るグレートウェスタン鉄道を中心に栄え、ホンダ技研工業の欧州における生産拠点があり、途中中断を挟みながらも2021年まで日本でも売られていたホンダシビックタイプ R が作られていた。世界大戦中には現在、 ホンダの工場がある場所にあった飛行場が活躍した。他にモトローラの工場もあり、また以前はローバーの工場があったが、今は撤退している。現地では世界にも数箇所しかないラウンドアバウトが6つ連なってできたマジックラウンドアバウトがあることで有名。1990年代にモンデックス原子マネーの大々的な実証実験が行われた地域であることでも知られている。 ホンダの工場があるため、日本人も数百人住んでおり、スタントンハウスホテルという昔の領事館を改造して、作られたホテルで、日本食を食べたり買ったりもできる。街の中心街から徒歩10分ぐらいのところに、昔の列車の車庫を改造した欧州最大規模のアウトレットモールがあり、近年観光客を呼び寄せるために、駅周辺を再開発する動きが見られる。中心街を中心とした、 デザイナーズマンションの建設、郊外の住宅地の開発や国立病院の建て替えなどが行われており、今後人口増加が予想される。ちなみに、市街地の様子写真に写っているビルは、1995年頃に建てられた州内で一番高い建物であり、下はデパートなどが入るショッピングモールになっており、上層階はオフィスと住居になっている。インドオンを、 本拠地とする、サッカークラブ。2011戦サッサムマリー P15 アクセスト16。 ジュライ 2012http コロンスラッシュスラッシュ www.028028.com スラッシュモンデックス .htm ハット http コロンスラッシュスラッシュ w w w h i t c c o j p スラッシュ sp スラッシュ tj スラッシュ1997スラッシュ hrnjan97 スラッシュ hrn0108j.htm ありがとうございます。